日本東京都中央区日本橋小伝馬町。日本橋小伝馬町は東京都中央区の町名。定番を持たない単独町名である。郵便番号は103-0001。日本橋地域の北側に位置し、千代田区との草境にあたる。東西を横断する国道6号をまたいだ市街地である。オフィスと医療品や服飾雑貨を中心とする街並みに、 少数ながら小物問屋が入り混じる。欧州街道の表通りの商業地として栄えた日本橋大田馬町に対して江戸の中心地でありながら複数の社寺や牢屋が設置された裏通り特有の街並みを形成したのが日本橋小田馬町である。現代のような発展を見せたのは欧州街道のバイパス道路にあたる江戸通りの開通や地下鉄日比谷線の開業によりもたらされた。 ほぼ中央付近にある小伝馬町交差点に地下鉄日比谷線の小伝馬町駅が立地し、江戸通りの地下には総武快速線が通る。過去には小伝馬町交差点、小伝馬町駅付近に都電の小伝馬町電停が立地していた。交差点名に9丁目の小伝馬町3丁目の名残が残っている。日本橋兜町に所在する中央警察署及び 日本橋消防署の管轄区域にあたる。中央区が定める正式な英語ローマ字表記は日本橋古伝馬町である。江戸時代には旅人宿の多い賑わった町で繊維ど屋や金物ん屋も多く連なっていた。かつては江戸幕府が設置した牢屋敷、天馬町牢屋敷があったところとして知られる。名主、宮部又次郎が天馬役を司ったことに由来する。 2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小伝馬町駅2番出入り口。ありがとうございます。